皆さん、こんにちは。プログラミング学習チャンネルの、武将です。今回は、OSS Web Web フレームワークである、DASH を利用して、資産管理のウェブアプリを作成していきたいと思います。まずは、簡単に DASH の紹介をしましょう。DASH とは、データ可視化しかインターフェースを構築するためのオープンソースライブラリです。2017年に Python のライブラリとしてリリースされ、R やジリアの実装を含むまで成長しました。ウェブアプリケーションの高度な開発知識は不要で、 簡単に分析アプリケーションを構築できることがメリットです。内部的な説明は分かりにくいため、割愛しますが、プラスクとリアクト JS、プロットリー JS という技術を利用して作成されております。表のように、2018年から最も人気の高いフレームワークとなっております。2020年にリリースされたストリームリッドという Web フレームワークがありますが、現時点で、このダッシュの利用方法を覚えていても損はないでしょう。なお、 ストリウムリットという Web フレームワークについては別の動画を出しているので、それを参考にして作成してもらえばと思います。では、始めていきましょう。今回の目標は画像の通りとなっております。一番上にタイトル、下に説明、そしてハイトーキングラフになっています。今動画はここまで作成していこうと思います。まずは、バーチャルングが標準機能になった、ングを用いて仮想環境を作成します。 仮想環境が作成できましたら、作成した仮想環境内に入ります。そして、今回利用する DAS というライブラリを PIP を用いてインストールします。 では、コーディングしていきます。まずは、マジックコメントを記載します。次に、利用するライブラリをインポートします。インスタンスを定義し、UI の部分となるレイアウトで タイトルの定義をしましょう。 最後にエントリーポイントを作成し、Web アプリケーションを立ち上げれるようにしましょう。 アドレスの都合上12を127に変更し実際に Web アプリケーションを見てみましょうアドレスをコピーしてブラウザで確認したところ問題なくタイトルが出てきていることが確認できましたねでは 次はタイトルの下に文字を追加し、表を作成していきます。 まずは問題なく、配当金グラフという文字列を追加することができましたね。ここで、DIV を利用しているのは、1ブロックだよ、と示すために使用しています。次は、表を作成していきます。では、まずは、12ヶ月分の箱と、その中に対する値の箱を用意します。 このマンスが月の箱、ディバイデンドがその月に入れる箱だと思ってください。今回は辞書型ではなく、わかりやすいようにリスト型で作成しています。実際にこの箱の中に値を入れていきます。 実際とは若干異なっておりますが各月に紐づ付くように現在はゼロという値が入っているというイメージを持っていただければと思います。各箱に名前を設定しますエクセルのような表にするために データフレームという形に変換します。 そして、先ほど変換したデータフレームを用いて、ゴーグラフを作成します。このグラフ作成方法は、Excel と似ており、範囲と X 軸、Y 軸の名前を設定します。 インポートできていないライブラリをのため利用するパンダスとプロットリーというライブラリオをインポートします。最後に作成した表を見えるようにレイアウトに追加し確認してみましょう。 変数名が誤っているとエラーが発生しましたね。修正して再実行してみましょう。問題なく表を出力することができましたね。では最後に月に紐づいている箱に値を入れて再表示をしてみましょう。 値が反映されていることが確認できましたね。本動画は以上になります。反応が良ければ、この資産管理アプリの改善、もしくはプロットリーのライブラリの別の動画をアップしたいと思います。動画を見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画で会いましょう。